よ。最近太ってきてるって気づいてるよね。うん。もともと寝不詳で人付き合いがほとんどない人間が投資家になるとこうなるんだなという勉強にはなったけど、このままいくと病気にならんか。そうなんよ。やけん筋トレ始めたん。おお、いいね。ナイスバディになるんや。どんな？そりゃボン。キュッ。それただの球体やん。てかそれタイムマシン3号の関ちゃんのネタやん。バレたか。そろそろ糖質オフの食事制限が必要だと思って、今回は私からの優しさ企画を用意したよ。どんな？名付けてダイエット用糖質オフパスタ3種類食べ比べてみようのコーナー。ということで今日は3種類のパスタを用意してきたから、これ食べよう。パスタか、嫌いではないな。今日用意したのはこちらの3種類。昭和のこんにゃく効果、ニップンオーマイ全粒粉スパゲッティ、同じくニップンオーマイ糖質 50% オフパスタ。では早速ボロネーゼのソースを作っていきましょう。牛ミンチをまず炒めるのね。はい、いいですよ。ちゃんと炒められていますね。一人暮らし長いからね、人並みの料理はできるのよ。ある程度火が通ったら塩コショウを適量っと。はい、いいですね。そしてボロネーゼソースをぶっ込んで絡めると。はい、これで出来上がりです。簡単ですね。では次にパスタの麺を茹でていきましょう。まずはこんにゃく効果から。ふむふむ、この麺は持った感じ普通のパスタやね。続いて全粒粉スパゲッティ。これはなんだ、色が見たこともない色しとるよ。茶色いね。全粒粉は小麦の皮も丸ごと製粉しているからそういう色なのよ。へえ。最後に糖質 50% オフパスタ。うわあ、このパスタ1食分が束になってないよ。こういうの困るんよね。どれくらいが適正量かわからなくなるよね。今回は適当な量で茹でとこう。ということで3種類のパスタ麺が茹で上がり、その上に先ほど作ったボロネーゼソースをかけたものがこちらになります。今回はこの3種類を食べ比べます。評価項目はこの通りです。カロリー、糖質量、値段、麺の太さ、茹で時間、束になっているか、弾力、香り、味、もちもち感、投票。ちなみに普通のパスタはカロリー1食 80g あたり 373kcal、 糖質量は 67g となっています。それではこんにゃく効果のスペックについて確認しましょう。こんにゃく効果はカロリーが 249kcal、 糖質量が 48.7g、 値段は318円でした。普通のスパゲッティよりカロリーは控えめやね。それにしてもこの麺は茹で時間長かったな。食感とかはどうだったの？弾力についてはほとんどなくてプチプチ切れる感じやね。香りは特にないかな。味はプチプチ切れること以外は普通の麺かな。もちもち感はほとんどないよ。総評としては安いコンビニパスタの麺に近い食感で違和感は少ないかな。こんにゃく麺という感じではない。ほう。では続いて全粒粉パスタに行きましょう。全粒粉パスタの基本スペックはこの通りです。カロリーは 347kcal、 糖質は 61.4g となっています。値段は318円でした。この麺は茹で時間普通やね。カロリーは普通のスパゲッティとほとんど変わらんし、糖質も若干少ない程度やな。食感とかはどうだった？まずね、弾力は若干あるかな。香りも若干あるね。味は普通、もちもち感はないな。総評としては全粒粉って感じのパサパサ感があるね。粉感が強いと表現してもいいかも。全粒粉というだけでカロリーは普通にあるから、わざわざこれを買って食べたいという感じではないかな。セブンイレブンのパスタの方が美味しい。それに 80g にしては茹で上がりの量が多く感じたから、多分麺が膨らんでるのやろうね。おお、そうなのか。では最後に糖質 50% オフパスタに行ってみましょう。うん、なあ、糖質オフでもここまで食べるともうただの暴食やないか。視聴者の皆さんのためだから頑張って。私のためじゃなかったのか。では白クマが食べている間に糖質 50% オフパスタの基本スペックについて確認しましょう。カロリーは 222kcal で3種類の中では最も低かったです。糖質量も一番少なくて 25.7g、 値段も一番安く258円でした。うう、腹が。さあどんな食感だったか皆さんに説明して。まずね、弾力は結構あるね。香りは特にないかな。
味はパスタというかラーメンの麺に近い気がするな。もちもち感は3種類の中では最もあるけど、ほぼラーメンの食感やね。総評としてはもうパスタというかラーメンやね。でも3種類の中では最も美味しかった麺ね。ということで3種類出揃いましたね。この中で最もカロリーが低く、糖質量も少なく、かつ味が美味しかったパスタは糖質 50% オフパスタでした。お値段も近所のスーパーでは一番安かったです。私も少し食べてみましたが、糖質 50% オフパスタが一番食べやすかったと思います。もうあかん、腹がパンパンや。この動画が皆さんの参考になれば幸いでございます。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さん、ありがとうございました。